皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿閲覧誠にありがとうございます。今回も、大阪、京都、名古屋の楽器店を巡ってまいりました。このレポート第2弾、大阪梅田にございます ESP カスタムショップさんにお邪魔してまいりました。売り場の方はですね、だいぶ変わっておりまして、エフェクター売り場、メーカーごとではない、このジャンルごとにですね、展示されているのが大きな特徴でございます。これはなかなか面白いですね。コーラスならコーラスだけとかですね、モジュレーションとかですね、リバーブ、ディレイ、ワミとかですね、コンプレッサー、イコライザー、それから歪み系はオーバードライブ、ディストーション、ファズとかですね。で、最近話題のやっぱプリアンプとかアンプシミュレーター系もまとめられていますし、ベース用もですね、きちんとまとめられています。さらにですね、それぞれの、ジャンルごとの展示のところにはですね、 FFO アワード2017の、ポップも掲示されているので、初心者の方には、あ、これが今一番売れてんだなみたいな、人気があるんだなっていうのも分かるような仕組みになっております。でですね、先ほどご紹介したそのプリアンプとかアンプシミュレーター系の中でも、今人気のベロシティさんのですね、試奏会、もやられたようなんですけども、こういったイベント系の情報とか新製品の動画とかはですね、ぜひツイッターのアカウントでチェックしていただきたいと思います。こちらの方で最新の情報をゲットできますので、私も毎日チェックしていますけれども、お店の中でもこういったイベント系しっかりやられているお店になりますので、ぜひとも足を運んでいただきたいお店の一つでございます。で、またツイッターの方に結構梅田から分かりにくい点もあるので、そのアクセス方法なんかもきちんとツイッターに地図入りで載っていたりするので、とても親切だなと思いました。それでは、ESP カスタムショップの皆様方、ご協力ありがとうございました。で、皆様方、本日も音楽のある素晴らしい一日をお過ごしください。ありがとうございました。